ああなるほどなるほど、はい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 、なるほどね。何がなるほどなんて感じですよね。はい、皆さんこんにちは。車の大師匠カカカシロピーです。今回はこちらですね、ウィルソンの泡仕立てモップという商品を購入しました。でこれね、使ってみてもらいたいっていう人結構いて、まあたまたまねちょっと見つけたので今回購入してきました。で泡仕立てといったら、僕がよく使っているこちらウィルソン泡仕立てシャンプーですね。これの、まあ、モップ版、これのモップ版って言ったらおかしいね、まあ泡仕立てシリーズとして出してきたのかなの、まあ、モップなんですよ。でまあどんなものかと言いますと、ちょっと軽く開けちゃいますか。僕もねまだ使ってないんですが、こういったモップですね、車を洗うようなモップ。まあ正直言うと僕普段こういったモップ使いません。まあ理由としては、こういったまあ絵があるものだと、まあこの操作性っていうのかね、それがまああんま良くない、まあ、自分でしっかりこう動かしたいっていうのがまあ僕の中であるんですよね。なので普段あんまり使っていないんですが、まあ寒いしね、水の中に手を突っ込みたくないっていう人もいると思うので、まあそんな人にどうなのかっていうのをまあレビューしていきたいなと思っております。こんな感じでついてるのね。絵はこういった感じでついてます。なるほどね。そしたらまあ使ってみますか。そしたら早速外へレッツゴー、シュー。はい、そしたら外にやってきました。で今回はこの車をねちょっと洗っていこうと思います。でまずはちょっとカーシャンプーを作って、一旦泡仕立てモップを使ってちょっと洗ってみて、まあ気になるところとかをちょっとまとめていけたらいいかなと思っております。はい、そしたらこのバケツの中に今同メーカーウィルソン泡仕立てシャンプーを入れたので、カーシャンプーを作っていきます。でこれは僕普段から使ってるんですよ。で使ってる人も多いと思います。かなり濃縮のカーシャンプーで、見えるかな、こういうドロッとした感じなんですよね。で匂いもすごくいい。キャップもここまで入れてくださいっていう目印、あれこれないな、ここに書いてあるんですよね、 30ml かなんかの。あった、あ透明になってる。そう、これが、まあ、すり切り一杯じゃないんですよ。それがねちょっと使いやすいなと僕は思っています。前黒く書かれてたような気がするんだけど、気のせいかな。で泡立ちもいいということで、今回の検証はこっちですね、泡仕立てモップなんですよ。同じシリーズということで、まあ、見た目もなんか合わせてあるような感じが、まあ、若干ありますね。まあ、これだけでちょっと興味が出てくるっていうかね、泡仕立てシャンプーのモップ版ってちょっと気になる。まあ、戦略的にはいいと思うんですが、まあ、普段僕こういったモップ買わないのでどうなんだろうなっていう感じはありますが、一旦ちょっと使ってみようと思います。はい、そしたらカーシャンプーができました。でこの泡仕立てモップをまず入れちゃおうかな。こんな感じで、あちょっと浮くね。普段通りちょっと車を洗ってみますか。でまあホイールとかの足回り用としてではなく、ちょっとボディ用として使ってみたいので、まずはボディ使ってみてどんな感じか試していきます。使ってみますか。でまずいいところは、手を濡らさずに洗っていけるっていうところだと思います。あーなるほどなるほど、はい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 、なるほどね。何がなるほどなのって感じですよね。ちょっと待ってちょっと待って、まあ、上の方はこう洗いやすいっていうのはまあ一つあるんですが、思ってたより重量感がある。このモップに水だったりこのカーシャンプーの液が染み込んで結構重量感あるんですよ。だからなんか思ったより、なんて言うんだろう、手でどうにかしないといけないっていうのがない、手でこうゴシゴシやんないといけないとかそういうのがなさそう。重量で結構洗っていける、思ったよりかは使いやすいです。なるほどね、はい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 、想像以上にいいかもしれない。やっぱこういうのもね使ってみないと分かんないね、面白い。ちょっと側面もやってみます。あーなるほどね、この先端の部分がちょっと固めなので、これがちょっと動かしすぎるとコツコツぶつかる感じは若干あるけど、思ったよりいいわ。なるほどねなるほどね、ちょっと疲れるな、慣れてないからか。ちょっと一回洗い流します。で続いてちょっとフロント周りやってみようと思います。
あーおもろ、おもろいわ。はい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 、距離感がちょっとまだつかめてないな。こんな感じね。この部分かなりフィットするな。洗いやすい。毛がモフモフの割にこうちょっとぺっちゃんこになってくれるので、このワイパーの下っていうのかな、わかるかな、この部分、この隙間に入ってくれるので、ここは今のところめちゃめちゃ洗いやすい。あーこういう隙間ね、こういうところもいけちゃうね。まあ、ちょっといいんじゃない、意外に。なんかスポンジタイプじゃなくて、こういうちょっと毛みたいになってるので、こういう隙間とかに結構入ってくれやすいから、結構ね洗いやすいです。続いてグリル周りちょっと挑戦してみようと思います。まあ、もちろんこの中っていうのは洗えないんですが、これ以外のところ、これはいいね。やっぱちょっと距離感っていうか力加減間違えるとまだガシンってちょっとなっちゃうんですが、この上側にもこのモップみたいのが行ってくれるので、こういったところ下も上も洗える利点ありますね。手だとこう下側見えるところをバーってちょっとやっちゃって、上側洗えてないっていうことがあるんですが、そういうのも少なさそう。ちょっと隙間に毛が絡むことがあるな。それはまあ仕方ないか。縦の動きはちょっと弱いね。横にこういう風に動かしていく感じの方が使い勝手は良さそう。こういう動きよりかはこういう動き、うん、けどまあ細かい部分はちょっとやりにくいか、うん、そんな感じすんな。こういったちょっとしたくぼみ、こういうところはやっぱり手持ちと比べて操作性があまり良くないので、手持ちに比べるとちょっと洗いづらいっていう感じはありますね。けどこの長いことによって得られる利点みたいなのもありそうですね。今ちょっと後ろのハッチバックの方を洗っていたんですが、このエンブレムのところ、ここに毛が絡まっていますね。まあ、こういったところを洗うときはやっぱどうしてもこの毛が引っかかって抜けちゃうことはありそうです。まあ一通り洗ってみたんですが、いいところはやっぱりこの棒状、このなんて言うんだろう、取っ手がついていることで屋根めちゃめちゃ洗いやすい。まあ普通にこの側面とか洗うのもそんな難しくない、思ったよりかは操作性いいけど、実際に手で持って洗うタイプの、まあムートングローブとかあとスポンジとかに比べると、まあ操作性はちょっと劣るかなといった感じですね。あと手があんまり汚れないっていうところもいいところなのかな。であとは、まあ、手の届きづらい、まあ、下の方とか普段しゃがんで洗わないといけないところもこう手が届いちゃうので、これはこれで楽だけどちょっと怠けちゃうなとも思っています。毛自体かなり柔らかいので、この泡っていうのかな、これもかなりわかる、これすごい細かい泡っていうか、これ生クリームみたいな感じでこの泡が出てきます。すごい細かいからボディにもね相当優しそうな感じはしますね。はい、そしたら最後にちょっとやりたいことがあって、それがホイールをこの泡仕立てモップで洗ってみると。もったいないんだよね、白いので。まあこれで洗うのはもったいないんですが、せっかくなんでちょっとやっていきます。あー、この上の取っ手の部分がちょっとコツコツ当たる感じあるけど、普通にいいぞ。あー、まだちょっと使い慣れない部分はあるけど、このホイールとの相性がめっちゃいいな。フィッティングがこの周りも洗いやすいし、表面もいけると。これもあくまでもテストね。やっぱこういう風に汚れちゃいますね。ちょっとこのコツコツやだね。けどこれが全面に覆われてるようなホイールブラシと似たようなのあるな、これね。こういったホイールブラシ、まあ、ジオのホイールブラシとかもこんな感じなんですが、これはどこだろう、ワークスタッフだったかな。こういうやつ、まあ、こう洗うとき便利なんですが、ちょっとね太すぎるんですよね。まあこれはこれでいいんだけど、太すぎる感じ、なんかスポンジが巻かれてて毛があるような感じなんですよね。なのでまあこれぐらいの毛のボリューム感のこのモップがあると、モップじゃねえ、ホイールブラシかがあるといいね。この反対側も覆われてる感じで、あー多分買うな。これまあパッと見似てる感じするじゃないですか。今日毛の長さが全然違うんですよ。この泡仕立てモップの方が倍ぐらい長いんですよね。で中は意外に細い感じなので、結構ボリューム感あるんですが、こう泡を取ってみると意外にこう細くなるんですけど、この泡じゃね、毛のボリューム感でこうホイールのこういう端の方とか結構意外にフィットしてくれるんですよね。なのでウィルソンさん、この泡仕立てモップのこういったホイールブラシ版作ってくんないかな。あったらね僕買うね。まあもちろんそのホイールとの相性もあるんですが、やっぱこれだとねちょっと太すぎて意外にねフィットはするんだけど操作性が悪いっていうか、
奥の方とかね。けどこれだったら、しかも曲がるタイプとかだったらいいな。なお、どうですウィルソンさん、今現状はやっぱこっち側のカバーが弱いので、まあ、もちろんボディ洗うようだからね、こういう穴のところとかちょっとゴツゴツ当たっちゃったりするのが嫌なんですが、これが覆われてたらかなりこの毛っていうのは個人的に気に入りましたね。ちょっとホイールにありだなこれ。あ、ちょっと使ってみてよかったみたいな感じです。なるほどね、おもろはい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらウィルソンの泡仕立てモップという、まあ、ボディを洗う用のモップを実際に購入して使ってみました。で、まあ、使ってみた感想は思ってたより使いやすかったって感じかな。っていうのも僕普段こういったなんか棒がついたもので洗うことないんですよ。ホイールとかは抜きにしてね、ボディは基本的にこういう棒がついたもので洗うことなくて、まあ理由としてはやっぱ操作性が悪いっていうのかな。やっぱこの棒一本挟むことによってやっぱうまく動かせないっていうのがあるので、まあ、基本的にはムートングローブだったり、あとはスポンジ系ですね、ああいったものを使って手に持って洗うっていうことが多いです。なのでやっぱこの泡仕立てモップ使った時も思ってたよりかは良かったけど、やっぱ操作性っていうのはやっぱスポンジとかと比べてちょっと悪いかなといった感じ。けどまあこの毛にね結構カーシャンプーが染み込んで、なんて言うんだろうな、結構僕のね想像は結構こうゴシゴシやんないといけないのかなっていうのがあったんですよ。けど意外にそうではなく、結構すんなり、まあ、思ってたよりかはスムーズに洗えたなといった感じです。けどやっぱ操作性のところを含めると僕はちょっと今後使うか使わないかで言うと使わないかな。けどまあこの商品がダメっていうわけではなく、まあ、いいところももちろんありました。やっぱ手を濡らさずに洗えるっていうところもいいし、あと普段手の届きにくい屋根とかもね、やっぱこの棒がついてることによって奥まで洗える、そういったところは良かったかな。あとまあこの毛がねすごい長くてごついように見えるんですが、これがね、まあ、毛が長いことによって意外にね隙間に入り込んでくれる、まあ、その辺も洗いやすいと思った部分ではあります。けどやっぱその操作性を求めるなら、まあ、スポンジとかかなと僕は思っております。でまあそのホイールとかになってくると操作性は別にいらないんですよね。あんな小さい範囲を、まあ、操作性を求める必要はそんななくて、どちらかというとその奥まで洗えるかどうかっていうところが重要になってくるので、そういうホイールブラシとかを使うんですよ。なのでまあこれも、まあ、ホイールブラシとしての方が僕的にはいいなと思いました、うん、この毛の長さといい、この柔らかさっていうのかな、この感じがねすごい良くて、僕の思い描くようなホイールブラシになればかなりいいなって思ってます。欲しいね、ホイールブラシとして。今は、まあ、どうしてもこの裏面っていうのがむき出し、もちろんそのボディ用なので仕方ないんですが、まあ、これがあることによってちょっとホイールに向いてない感じはあるんですが、この毛自体はね個人的にはすごい良かった。なので、まあ、ちょっとね商品化したいレベルでホイールには良かったなと思います。で、まあ、ちょっと汚れちゃったんですが、まあ、思ってたよりかは綺麗になったと思います。普通に水洗いでねかなり汚れは落ちました。ちょっとそうホイールに希望を見出しているこの商品は、ここだけちょっとなんか買ってもらいたいぐらい、すごい個人的にはねホイールにビビッとちょっと来るものがあったっていう感じですかね。なので冬場とかねやっぱどうしてもそのバケツの中に手突っ込むのが、まあ、嫌だったりするので、まあそういったところも本当嫌すぎてもう車洗えないとか、そういった人には、まあ、こういったもので洗うのがいいのかなとは思いました。やっぱねちょっと疲れるね、慣れてないからか、普段使ってない筋肉を使うからなのか、ちょっと疲れるなって思った部分もあります。まあ、とりあえずまあ気になった方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。